区艦隊かよ。リポ部下の、おー、象徴みたいになってる。かっこいい。お金使っちゃった。あるあるだな。こう、やりたいことじゃなくて、ちょっと気に留めたものにポーンってお金使っちゃうって、俺よくやるんだよね。斜めにこう、作るか。こうね、ここを斜めにこう作りたいんですよね。こんな感じで。で、ここも、こうすると。よし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 。これ、この辺を安値屋にした一帯を。で、オフィス街が上にあるから、ここら辺もオフィスにするか。これってどうなんだろう、これ。右と左に行ってくれんのかな。逆に渋滞するか、これ。まあ、逆に渋滞しそうでもないけど、まあ、ちょっと試してみるか。ちょっと待って。この墓の位置微妙じゃね？オフィス街の真ん中にお墓があるってさすがに無理。これね、今相当グロいことしててさ、搬出を行ってんのよ。何を搬出してるかっていうと、650体の遺体をどんどん搬出してんの。だから墓地の中にある死体を掘り返して焼却場に持ってくっていう作業してる、今。問題になりそうだな。到底許されるべき行為ではないことをしている。ちょっとこの辺をオフィスにして。いいね、いいね。ミニオフィスが立ち並ぼうとしている。左右の方に行ってるから、まあ、悪くはないかもな。左右に行ってる、左右に行ってる。そこまで詰まってないな。そこ、壊滅的な詰まりではないって感じ。はい、ということで、一応科学館はあるんだけどな、安値の。もうちょっと高いものが欲しいよな。高いやつ。これ何が足んないんだろう。地下を上げると建物のアップデートが可能になる。じゃあ地下上がるような施設を作りますか。スカイタワー。安値屋スカイタワー。あ、いいかも。安値屋スカイタワー建てるか。はい、安値屋スカイタワー建てます。うおー、あんまり地下上がってねえ。安値屋スカイタワー建てても上がらん。じゃあ公園だな。公園が欲しい。木がある公園。これどうだ。だいぶ地下上がるんじゃね。ゴミが溢れ返ってるのが問題だな、これ。リサイクルセンターも足んないか、これ。リサイクル行ってこい。出動しろ、出動しろ。リサイクルセンターくっそ置いたぞ。ここだけで 8% とか回収しちゃってんのか。奥まで行き届かないのかね。ゴミが溢れ返ってる場所に行ってほしいんだけど。あ、でも一応行ってるか。あ、一応行ってるわ。一応行って回収しまくってる。どれくらいで満タンになるんだろう、ここ走って。そんなすぐ満タンになんないのか、リサイクル。どうすか、アップグレードの様子は。地下を上げてください。まだ地下上げる。まだ地下上げるか。いいけど、もっと多くの公共施設が必要です。警察署はあるし、消防署もあるし、病院。病院でもカバーできてないな。安値屋ホスピタル作るか。診療所じゃ足らんだろう。ということで、安値屋ホスピタル作ります。あとは、警察はちょっと微妙だな。安値屋警察作りました。で、次は、教育系。近代技術学院。こういうのも欲しいな。芸術学校。芸術学校は巻いただろう、間違いなく。巻いたに芸術学校置きます。よし、芸術学校置きました。お、なんかアップグレード行われてる。いいね、いいね。芸術学校置いて。満足してるやつが出てきた。した。あとはより多くの市民が通学か。小学校置くか。まだ学校がないんだな、小学校があんまり。高校は、高校がまだ全然ないの。高校もう一個ぐらい置いとくか。はい、作りました。あ、ゴミが溢れ返っておる。そんなにきついか。予算使うか、もう少し。ゴミに。オフィスのアップグレードは進行中。もっと多くの公共施設でカバー。ああ、そう、バスとかそういえば通してないな。バス路線作っちゃう？バスの路線とか全然作られてないわ。ってことで、バスの路線作りましょう。下道から行く感じにしたいな。よし、これにするか。帰りは一気に高速で帰ってくるみたいな感じと、バスレーンを作りました。あれだな、この死体が溢れてるみたいな。なんでオフィスで死人が出るんだ。おかしくないか、ちょっと。どういうことだ。てか、なんでこんな渋滞になってんの。これそんなに。あー、リサイクルセンターが渋滞引き起こしてんのか。しょうがない、多少はね。やばい、リサイクルセンター部隊が、こんなにたくさんこっちに行ってる。まあでも安値屋も、
こをもうちょっと立てることができればって感じだね。より多くの市民が通学。でも小卒ではないんだよな、もうほら教育を受けてないっていうのは少ないから、やっぱ高校を建てなきゃまずいんか。高校が全然足りてないんだよな。もう一個ぐらい高校欲しいな。もう一個置くか高校。もう少し資金が たまるし。よし高校いたわ。まだ足りんな、まだ足りない高校が。さて、あーお金がない。お金がない時はね、こういっぱい建物を建てるというのです。よし、だいぶ投資したしな。いや、スネアでかっ。こんなでかくないな、でも。実際。まあでも、まあこれぐらい大きくないとな。ちょっと誇張しないと。ここにマンションってあるんだよな。高級住宅街みたいな。よし、ちょっと待つか。本当はね、このゲーム、こんな広いところでやるゲームじゃないんだよね。もっとこう、狭いんだけど、なんだろう。この島一個ぐらいを、こう、開発していくゲームなんだけど、こんな広範囲にわたってちょぼちょぼ開発するのってあんまない。気がする、うん、ここすごいいいね。こののぼれぴょんめっちゃ良くない？のぼれぴょんめっちゃ好きなんだけど俺、うん、この辺もびっちりなんかあれでもいいかもな、びっちり置いてもいいかもな、マンションを。ここもいいけど、うん、いいっすね、うん、フェリーこれ稼働してんのかちゃんと。あ、フェリーすげえ、一応稼働してるんだ。フェリーもうちょい増やしてもいいけどな。あ、うん、問題は山積みです。あ、繋がってねえのか、うん、稼働中のフェリー2。もうちょっとフェリー増やしてよくね。フェリー数もうちょっと増やしていいな。てかこっちあたりにもフェリー作ってもいいまである。フェリー乗り場、ちょっとフェリー乗り場こっちにも作るか。こっちにも作って、ここのフェリーが行き来できるようにするっていうのもありかもしんないよ。よし、フェリー乗り場作ったわ。で、フェリー乗り場作ったから水が足りません。足りない。路線作るか。で、フェリー航路で、あー、この別のフェリーにしなきゃいけないのか。うわ、きっつー、これ。なるほどね、かぶっちゃダメなのか、このフェリーの駅って。マジっすか。じゃあ別のフェリー乗り場が必要なのか。結構きついな、フェリー停泊場。一度に2隻のフェリーが停泊できる大型の、あー、なるほどね。一度に2隻のフェリーが停泊することもできるやつはあると。大型フェリー乗り場みたいなもんか。作るか、じゃあ。フェリー停泊場。よし。で、フェリーの航路。で、ちなみにこれ水力発電所を通っちゃいけないんだよね、これ。フェリーの航路って。よし。で、フェリーの路線、新規路線作成で。あ、これあれか、2つ線、路線いらないのか。1路線だけでいいっぽいな。この路線いらんわ。よし、OK。で、フェリー動いてる？ちゃんと。フェリーさん？フェリーの航路はできたけど、フェリーがないからってことか。もう1フェリー必要ってことか。なるほどな。フェリー格納庫に寄ってかなきゃいけないんだな。フェリー格納庫ここにするか。で、フェリー路線を。よし、これで。よし、これでいいんじゃね？あー、フェリーがすげえ、3台出てる。フェリー出すぎじゃね？あー、距離が長いからフェリーいっぱい出れんのか。いや、出すぎ、駆逐艦隊かよ。なんでこんなたくさん出てるんだ？フェリー数やべえ。まだ産んでる。やばいな、10隻稼働させたのか。そんなに使うか。一人しか乗客いないぞ。大丈夫？そんな使う？フェリー。混雑して渋滞してるけど、乗客0人だよ。大丈夫かな？このフェリー乗り場使うかな？一応バスは、バディオゼールスバス。一応一人ですよ。乗客1名って感じか。かなりこのフェリー辛いことになりそうだな。かなりいい